もハーレムアールギラです。妖術最高。何があったかと言いますと、本日3月6日日曜日の夜8時から行われました、ようこそ実力至上主義の教室へ妖術アニメプロジェクト発表会にて、本当にたくさんの情報が解禁されました。あんな情報からこんな情報からまさかまさかの〇〇に至るまで、本当にたくさんの情報が発表されたので、そちらを今日は振り返っていきたいと思います。ではですね、早速振り返りの方をやっていきたいんですけど、全体が1時間8分かな ?1 時間10分ぐらいの生配信だったんですけど、特番だったんですけど、そのうちのもう45分、50分ぐらいは一切情報なし。これに関してはね、生配信見てた人はね、コメント欄で結構ね、いや、投げって言っていた人もいたかもしれないんですけど、まあ、一応エンタメとしてね、仕方ないのかなっていう、そんな50分がありました。で、早速発表の方に入っていきたいんですけど、まず最初発表があったのは、オープニング楽曲、そしてエンディング楽曲を誰が2期で務めるのか、続編で務めるのか、続編でオープニングを務められるのはザックさん。そのままですね、キラリ蝶が飛んでったザックさんが、そのまま第1期からスライドで継続で務められます。で、エンディングの方は、淵上舞さんという声優さんが担当されることが決まりました。いや、ザックさん熱すぎるな。中二恋とかでもね、お世話になってるって感じの方なので、ザックさんにまた2期も妖術の歌を歌ってもらえることは、ファンとしてすごく誇りにも思いますし、嬉しいですね。ではですね、皆さんお待たせいたしました。おそらくサムネイルにも文字が出ているであろう、あれについて触れていきたいんですけど、なんとね、今回の発表会で、とんでもない発表がありました。妖術続編決定とまでしか、一週間前までは出てなかったんですが、なんとこの度、妖術テレビアニメ2期の制作決定と、テレビアニメ3期の決定が決まりましたということで、なんと1年生編全てアニメ化が決定いたしました。マジかー、やべえ、ぐおーかおー、よっしゃー。いやー、マジでね、さすがにおったまげたね。まさかの3期、そして1年生で全部アニメ化しちゃうんですか。ってことはもう2年生も行くでしょこれ。ちなみになんですけど、第2期の方は2022年7月なので、夏クールに放送されることが決まりました。もう放送時期に関してはね、まだ予想の範疇だったんですけど、3期に関してはもう誰一人予想できないやん、こんなん。でもっとちょっとこれについても触れたいんですが、一旦後に置いといて、他にもねたくさん情報が出まして、今回ですね、第2期の制作が決まったということで、第2期最新 PV が公開されました。いやー、これはね、妖術を楽しみに待っていた人であるほど、どんな映像になってるのかめちゃくちゃ気になるのではないでしょうか。ということで、早速画像をちょっと見つつ振り返っていきましょう。はい、まず最初のカットはですね、綾小路のドアップのカットでしたね。ここでね、皆さんお気づきかもしれませんが、作画めちゃくちゃ良くなってません？僕のチャンネル多分妖術好きの人かなり多いと思うんですね。しかも結構妖術ファンの中でも熱量の高い妖術ファンが僕のチャンネルにはいると思うんですけど、その中でもさらに熱量の高い人が、昨日の生配信には700人ぐらい来てくださってて、そのうちのもほとんどの人が作画確かにクオリティアップしてるね、めちゃくちゃパワーアップしてるね、そんな反応しておりました。かなりね、最初から期待できるんじゃないのっていう感じで始まりつつ、続いての軽井沢の絶望のシーンですね。クラスの人数が原作と違う人数だったんですよね、アニメ1期が。で、クラスの人数が違うとなると、この試験どうやってやるんだろうなみたいな試験が、エト試験っていうのがね、この後あるんですけど、この軽井沢が絶望してるシーンがあったりするところからも、このエト試験っていうのはほぼ確であるんじゃないのかなっていう感じですね。続いてはこの壁ドンのシーン。いや、これね、やっぱ作画めちゃくちゃ良くなってるね。で、軽井沢が可愛くなってると言えば、本当に今後ね、この軽井沢重要なキャラになっていくので、頼むから、原作版としては頼むから、いい作画に軽井沢だけは救ってくれと思ってたんですけど、めちゃくちゃ作画良くなってましたね。続いて体育祭。これまでも詳しいことは言えないんですけど、まあ、生徒会長、堀北学とね、綾小路がね、対決なのかな、まあ、何かやりそうなので、ちょっとね、これは楽しみにしておいてください。で、続いて、堀北と須藤のシーン。須藤の作画がめちゃくちゃ良くなってたね。妖術はね、まあ、ぶっちゃけね、その背景の作画とかは全然いいと思うので、何が気になったかって、サブキャラたち、池とか須藤とか、高円寺とか、こういったキャラとかがメイン級じゃん。うん、これ特に原作読んでる人だとより分かると思うんだけど、普通のアニメだったら名前も覚えられないようなキャラたちにファンがついてたりするのが、妖術のね、強みでもあるところだなっていうのが、まあ、俺的にもあって、しかもそこが俺もね、好きなので、サブキャラたちの作画が、ちょっとあまりね、大輝の方はよろしくなかったので、どうなってくんだろうなって心配してたんですけど、須藤の作画がめちゃくちゃ良くなっていたりとか、さっきの軽井沢の作画も良くなっていたりとかで、いや、かなりね、メイン級で、
ではないんだけど、ほぼメインみたいなね、サブキャラたちがきちんと作画が良くなっていたのが、もう最低ラインはもうクリアっていうのもなんかおかしいけどね、なんか言い方おかしいけど、ファンとしてはすごく嬉しかったし、安心もできましたね。そして来ました、綾小路が何やら腕を振り上げて振りかざしてるカット。妖術を最新刊まで全て追ってる原作ファン3人に2人ぐらいが、妖術と言ったらここだよねみたいにおそらくあげるであろうぐらい、妖術史上最高のシーンと言われているところです。だけどね、アニメ勢の人がそこってそんなにいいシーンなんだって思うぐらいのなんかね、作画だったなーっていうのが正直な感想ですね。ここだけでいい、ここだけどうにかしてちょっと力をね入れてほしいなって、ちょっとここで制作陣誰か一人でも見ていましたらお願いします。ここのシーンはなんかもうちょっと、もう気持ちだけ迫力のあるようにしていただけると、もうね原作勢はもう泣きます。で、そしてですね、こちらも生配信でねめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、初期の橘茜がマジで可愛かった、めちゃくちゃ可愛かったね。で、ちょっとねこれがちょっと残念だったんですけど、ここまでねいいじゃんと、もうサブキャラみんな、めちゃくちゃ作画良くなってるじゃん、キャラデザ良くなってるじゃんと思ってたんですけど、最後に映った C クラスの面々の作画がちょっとね、ちょっと触れざるを得なかったレベルだったな。これはねちょっとあまりね俺も触れたくなかったんですけど、ちょっと触れざるを得なかったですよね。大人気妖術原作ファン大人気の椎名日和の作画があれれってちょっとね感じだったので、あまりねめちゃくちゃ悪いとかね、本編まだ見てないのでそこまでは言えませんが、ちょっと PV 見た感じ、あれ怪しいんじゃないのかみたいなところであったので、ちょっとどうなのかな。総評としてはね、すごくクオリティアップしていたのかなっていう印象を僕は受けましたし、結構生配信でもそういったコメントが多かったのかなと思います。特にねサブキャラたちの作画がクオリティアップしていたのはすごく嬉しいな。ただし C クラスはそんなでもなかったなっていうので、ね生配信でも言ったんですけど、もしかしたらね今後ね3期の決定も決まってるので、第2期そして第3期と徐々にねクオリティアップしていく、作画アップデートしていくのかななんてことをちょっと思ったりはしているんですが、全然ね今のところ PV 見た感じ作画とかでどうこう言われるレベルではないのかなって個人的に思いました。もうベリーグッドです。そしてですね、追加キャストの発表とかは特になくて、スタッフの方が発表がありまして、さあ制作会社どうなるんだって気になっていたと思うんですけど、第1期と同じくラルケさんが、アニメ制作を務められることが決まりました。まあ全然いいんじゃないのかな。個人的にもキャラデザがねパワーアップしていたので、全然スタジオラルケさんでいいのかなと思います。そして肝心の、細かいスタッフさんなんですけど、基本的には妖術第1期と同じスタッフさんがそのままスライドで務められるっていう感じになっていましたね。このねスタッフ陣に関してなんですけど、まあやっぱり制作会社は変わってほしいっていう声がねまあかなり多かったと思うので、まあそのままスタジオラルケさんで、しかも構成スタッフもそのままほとんど変わらずっていうのは結構強気だなっていうのと、まあリベンジに燃えているのか何なのか、いや本当に攻めてきたなっていうのをある意味思ったりしました。まさかそのまま来るとはちょっと思わなかったな。俺もぶっちゃけさすがに帰ってくるかなと思った人が多かったよね多分。他にはですね、あと1個あったかな、多分原作ファン向けのねお知らせというかちょっとした告知だと思うんですけど、原作者の衣笠翔吾先生がなんかね裏で企んでいるっぽいので、一体ね裏で衣笠先生が動かしている企画が何なのか、別視点ストーリーとか堀北の別視点ストーリーとかなのか、はたまたねなんかイフストーリーとか、あとねそのなんかまあ途中でねなんかどうにかあこれはネタバレになっちゃうな、多分原作勢向けのね何かだと思うんですがやってるっぽいので、ちょっとそちらはね衣笠の悪巧みっていうのはちょっと気になるところでありますね。ということでね、まあ、大きく6個かな、大きく6個の発表があったんですけど、ボリューミーだったね。最後マジで詰め詰めだった。妖術ファンにとって最高の一日でしたね。実は裏でもね無職転生の2期が決まっていたりしてるんですけど、いやオタクにとってねこの3月6日日曜日はね忘れられない一日になるのではないでしょうか。3期はやべえよ。3期やるってことはもうライトノベルの発行部数1位もういけんじゃない、2000万部とかいけちゃうんじゃないのかな、わかんないけど、そんぐらい妖術が、ずっとね永遠に続いていくようにね、僕も本当に微力ながら発信活動の方を頑張っていきたいと思います。こうやってね YouTube で発信とか頑張っていきたいと思います。いやこれねちょっと余談にはなっちゃうんだけど、ライトノベルはねよりそういったねファンの力っていうのが大事になっていくのかななんてことも思ってまして、やっぱね漫画とかねもう市場規模もでかいから、基本的にねなんか広告費とかバンバン出せるんで、会社とか
とか多いけど、やっぱラノベってね、どうしてもね、市場規模がね、やっぱ見てる層がね、ちっちゃい分、読む人が少ない分、こうやってね、ファンがどれだけ盛り上げていけるかが大事になっていくのかなっていうのもあったりしますので、ぜひね、ラノベ好きの方、もう妖術だけに限ってとかでもいいのでね、とにかく妖術の不況をね、リア友とかに、アニメ見てる人とかにも、ね、絶対原作読め、妖術だけは原作読めってね、ひたすらしつこく進めてみてください。ということで、ね、最後なんか、話が脱線しましたが、とにかく楽しみです。 1.5 倍ぐらい期待値もぐんと上がりましたよ。そんな感じの話でした。一見再放送はやるか分かんないけど、2期の放送に関しては確実にね、同時視聴生配信、おそらく確実とおそらくどっちだって感じだけど、もうやります、断言します。2期のね、同時視聴生配信やりますので、ぜひともね、妖術好きの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、それでは今日はこの辺でごきげんよう。妖術最高、マジで最高すぎるよね。え、待って、ほんとこれ夢じゃないよね。